映画お就活再春人生ラプソリーにご出演のキャストの皆様と監督です今一度大きな拍手をお送りください <laughs> それではお一人ずつご挨拶を頂戴したいと思いますまずは再春としてシャンソンに挑戦する大原千子を演じました高畑敦子さんです 皆様こんにちはあの、高畑です。本日はあの台風の中、こんなにたくさん来ていただいてもう嬉しい限りですあの。ご覧のように、お就活と映画じゃない、という映画じゃないほど華やかな女優陣、そして華やかな大友人の登壇でございます。今日はどうぞお付き合い、よろしくお願いいたします。続きまして、近加子新一夫妻の一人娘、大原綾を演じました、郷力彩芽さんです。 皆さんこんにちは。本日は本当お足元悪い中ありがとうございます。満席嬉しいですね。本当に幸せです。ただいやちょっとぐれてます。すいません。<laughs> ぐれました娘。今日初めて見てね。<laughs> そうなんです。<ー>ただねあの本当にこの青春最春というか熟春というかいろんなものにふさわしいなんかこの華やかな感じになったんじゃないかなと思いますが短い時間ですが本日はどうぞよろしくお願いいたします。 そして、彩の婚約者である菅野亮太を演じました。水野勝さんです。ありがとうございます。えー、皆さん朝から本当にありがとうございます。あの、先ほどスタッフがあの皆さんと一緒に途中まであのご覧になってたということで、あのたくさん笑ってたよ。という声を。 あの聞きました特にあの野球のところたくさん笑ってたという声を聞いたんですけども非常に嬉しく思います今日を機にまたあの多くの方に見ていただけるように僕も宣伝頑張っていきたいと思いますので皆さんもお力を貸していただけたらいいなと思いますよろししくお願いします近子のシャンソンの先生役丸山花江を演じました大木要さんです 皆様こんにちは大きな目でございます今日はお足元の悪い中お越しいただきましてありがとうございました皆様楽しんでいただけましたか <laughs> あもうこの拍手をいただけただけでもすごく胸がいっぱいでございます私も宣伝頑張ります今日は短い時間ではございますが楽しんでてくださいそして本作の勝木監督の烈烈なオファーで 友情出演をいただきました。新一後藤の行きつけのスナック、香織のママ、香織役の藤原紀香さんです。え、皆さん、本日は雨風の強い中、ありがとうございます。えー、私は、あの、実は前作を見て、本当にもう、大好きな。 映画でしたので、オファーをいただいたときにめちゃくちゃ嬉しかったです。皆さんと同じように、この映画のファンの一人です。今回はバー香り役、バー香りの香りママとして出させていただいたんですけど、大変貴重な経験させていただきました。本当にこの映画がもっともっと多くの方に見てもらえばいいなと思っています。本日はありがとうございます。 そしてフランス帰りの画家後藤秀樹を演じました長塚京蔵さんです長塚ですこんにちは、えー、ご来場ありがとうございますこういう機会はあまりないので本当に嬉しいです、えー、劇場に足を運ぶだけでまあ、僕らの世代は、えー、エネルギーを消耗してしまったりするんですが、えーえー、それに加えて映画をご覧になって疲れが出てしまったらどうとはないでしょうね えーえー、楽しくあの撮影させていただきました、えー。それは皆さんご覧になった通りです。えー、まあまたこれの続編ができるんじゃないかとぜひそちらの方にも参加してみたいなというふうに思わせる作品でした。 ありがとうございますありがとうございますえそして脚本を自ら書き下ろしメガホンも取りました勝木秀行監督ですどうも皆さんありがとうございます、えー、笑っていただけましたでしょうか <laughs> ありがとうございますあのこの映画はですね、えー、第2弾になりますで第1弾はですねあの皆さん、えー、ご覧になった方いらっしゃいますあ。 ありがとうございますであの第1弾の、えー、1年後という設定で第2弾この映画は、えー、作りました、えー、この映画はですね、えー、実はあの第1弾の時にあのコロナの真っ最中で,です、ね、あの公開の初日、えー、旧東府県で映画館が閉まりましたそれでまあ,あの我々的にはですね産んだ子供が ああ世の中に出なくて終わってしまうんだろうなっていうすごくあのその頃は落ち込んでおりましたその後ですね1年経ち、えー、1年半ぐらいでしたがあの悲劇場というですねあのホ,ホールとかあの学校とかそう公民館とかああいうところであの映画館のないところで上映する悲劇場という団体がありまして、えー、そこからですねなんとあの7万人近く見てるよと。で これがあの全国のナンバーワンになりましたというえ情報が来ましてそれでぜひパート2をあのみんなが見たがってるからやってくださいというそういうことでこのパート2が生まれましたで今日もなんか朝から台風が来てる時でこの映画は何でこんなになんかこう七難八苦を我に与えたまえみたいな映画かなと思ってえちょっと心配してたんですけどまあなんとかこれだけ集まっていただきまして本当にありがとうございます。 えー、あの皆さんあの、この映画面白いと思いましたらですねあの映画サイトとか SNS とかで,です、ね、ぜひあの面白かったよとかという書き込みなどをやっていただければこの映画がますます成長,成長していきますのでよろししくお願いいたしますありがとうございます。 さあ皆様は今映画を見てほやふやの状態でございます。ぜひいろんな裏話なども皆様にお伺いしたいと思います。それでは大変恐れ入りますマスコミ皆様、フラッシュ撮影はここまでとさせていただきます。フラッシュなしでの撮影をお願いいたします。さあそれではまずは高畑さんからお話をお伺いしたいと思います。失礼し,します。はい。前作から3年経ちました。あのこの最終制作されると聞いて。 当時いかがでしたか？お気はもう一回やるって言うことですね。ええ、それは嬉しいですよ。うん、あの、第2作ができるっていうことは？あの、やっぱりね。トラさんになるんじゃないかとか、また思っちゃったり、なんかしちゃったりして、やっぱりそれはそれは嬉しいものでした。はいああ、そうですよね。そして今回シャンソンを歌うというオーダーもいただきましたが、いかがでしたか？そこはちょっと困ったなと思います。ですね。<laughs> それは歌わない方がいいんじゃないかなとか。 実際歌っちゃったらこれえそれはちょっと困りましたはい皆様高畑さんのシャンソンいかがでしたか <laughs> <laughs> 本当に感動の涙を誘うシーンでしたけれども勝木監督オファーした時やっぱり高畑さんすぐに首を縦に振ってくださいましたかえっとですね最初はあの いやそれやめた方がいいんじゃないっていうような、えー、情報を得たので,で僕の方で、えー、高橋さんに会ってでこのちょっと歌はですね僕がちょっと役史、えー、を書かせていただきましてで高橋さんの前で僕が歌ってこんな歌ですけどどうでしょうかって言ったらあそれでいいんだったら私いいんじゃないって <laughs> <laughs> 僕はあの下手に歌ったんですわざ、ま、と <laughs> こういう感じでお願いしますって言ったんですあれは手だったんですね。<laughs> 今明かされた真実でしたね。でも本当に素敵なライブシーンでございました。さあ、そしてあのー、お就活の熟春でも大原家が本当に自然な家族でしたけれども、今回またあや役をえあ,あのー、演じましたあやむさん。えー、今回はいかがでしたか。あのー。 やっぱり菅野亮太さんとの恋の行方が前回とても気になってそのままね終わりましたけれども今回は結婚目前ということで,そうです、ね、はい婚約しましたねありがとうございます <laughs> <laughs> なんとかただやっぱりねあの原けそんなスムーズにはいかないのでいろいろトラブルあったり でもなんかそこがやっぱりなんかこういいなーっていい両親だなって思いながらというかでも、やっぱどうしてもあの食卓のシーンが本当に大好き今回、ちょっと前回よりは少なかったんですけどみんなで食事を囲むっていうシーンはやっぱりなんかこう一つのポイントになってるなーっていうあのシーンが大好きなのでいろいろおいしいご飯がたくさん出てくるんですけどそういうところでもこう楽しんでもらえるかなって思いますね、うん、とてもね身近に感じる家族像を描かれています、ね、あのねご飯をね<っ>食べる芝居が上手なんですよ。 力さんはなず <laughs> いていらっしゃいますね皆様もあのご飯を食べる召し上がるのも予想のもとても上手なんですよね <laughs> 前回炊飯器から予想ってきなおうちそうですね <laughs> でもなんかやっぱり日常なのでやっぱりどうしてもこう喋んなきゃいけないからちょっとずつって最初思ったんですけどでもそういうことじゃないなと思ってもう遠慮なくこうガツガツ食べる娘っていうのはちょっとい意識しながら前作から最初の作品から意識しながら、うん、なんか。 監督に最初から褒めていただけたので今回も思いっきりや,や上手だねって最初に言ったんですよ <laughs> <laughs> あのねこうよそいながらセリュ言ってなかなか難しいんですけどいや上手だなと思って、うん、そして、うん、その食卓には菅野良太を演じました水野さんももうすっかり家族の一員のようにご飯を召し上がってましたが そうですただやっぱり僕はあの橋爪さんというお父さんが横にいらっしゃいますので <laughs> あの息子としても多少やっぱ気は使いながら、はい、食べてましたけどやっぱりでもあの本当に料理があの劇中の料理がめちゃくちゃ美味しくてあのステーキもそうですし西京焼きもそうなんですけどあらこれ毎日食べれたら幸せだなと思いましたね。はい あの今回、最春をお手伝いするということで、はい、あの橋爪さん演じる大原慎一、野球の監督という夢を、はい、あの水野さん、叶えてくださいました、亮太、はい、役として、野球のシーンいかかがでしたか監督は何カット撮ったんですけ、野球のシーン、150カットぐらい撮ってるからめちゃくちゃ撮ったんですよ、でやっぱりあの試合の進行通り順番にこうわあ撮っていくんですけど、もうそれだけ撮ってるんで。 やっぱりだんだん時間がなくなってきて、最後、日が沈む戦いになってきたんですよ、ちょうど僕の,そのバックホームの,この走ってきて転ぶシーンがあったんですけど、もうだいぶ曇ってきててで、一回転ぶと汚れちゃうんで、もう監督がその絶対に一発で決めてくれっていう、すごいプレッシャーが、絶対うまく転べようみたいな感じで来て、無事一発で取れたんですけど、だからもう、こ身の転び方をしましたね。はい 見事な転びでしたね。そねはい。取、はい、り直しできないと思って、はい、はじめさんも早く帰るぞって言ってたんで、<laughs> 絶対失敗できないなと思いながら。転びは一作でもやってるからね。転び方が上手だってみんなが言ってたから。そうですよね。あの菅野涼太はよく転ぶということがありますものね。そねはい、あそうでしたがそんな裏話があったのは,、はいは、ありがとうございます。そしてこの今回からこの、えー、最終。 人生ラプソディーから参加をされました、えー、大木要さん、実はこの映画の出演がきっかけで認知症介助士と介護予防健康アドバイザーの資格を取得されたそそ、ね、そううでですすねねの勉強をして皆様にこれだけは知っておいた方がいいよというお役立ちポイントなどはありますかそうですねあの私はこれ の,あの資格を取ったこの2つで仕事をしようと思ってなかったのであの両親のために何か知識を入れ,てて入れたいなっていうことで取ったのでもう大きいことは言えないんですけれどもあのまずあの認知症とかその介護の。 あの実際にやられてる方のお話とかを聞くだけでもすごく勉強になりますのでちょっとお話とかを聞いていただけたらいいなって思うのとあの勉強するした時に一番最初に教訓みたいなのがあるんですけどその認知症の方とか要介護が必要な方々がこのあの安心して街に 出てていいける環境であっったりとかっていうのをあの心がけるあの資格っていうふうに書いてあったのでそれを思うだけでも全然違うと思いますしいつか自分がそういうふうになる。 まあ親世代もそうですし自分もなるし若年性認知症とかっていうのもあるので早めに出る方とかもいらっしゃるのでなんかそういう人たちがもしいたら優しく接して話しかけてあげたらいいと思います。<laughs> やはり知ってる知らないとでは言葉一は一1つでもね, <laughs> でいね使いますものね、はい、ありがとうございますさあそして勝木監督から熱烈なオファーで友情出演を果たしてくださいました藤原紀香さんあの実は前回の熟習もご両親に進めていただいたということでそうなんです、ね、もうこれは絶対見た方がいいよということでやはりでもまず父は橋爪さんと同じようにあのこう見に行くことを躊躇するんですよね。 その年なのに年齢重ねてるのにまだそんな時期じゃないとか言うんですけど、あなんかこう本当に大原家のあの問題と一緒だなと思ってこう必死に連れて行った思い出がありました。はい。そうですか。ご両親は何とおっしゃってましたか。見てよかったって。はい。そうですか。いろいろ考えることもいっぱいあるねっていう話ができたので、すごく良かったですね。こうやって子供世代から勧められる社 映画というのも本当に珍しいと思いますよね。はい、ありがとうございます。そしてフランス帰りの画家という設定で、あの長塚さんごと演じていただきました。実際の長塚さんを投影されたような役でしたがいかがでしたか。いやまああのどうも一生フランスからは逃げられないみたいで困っております。<laughs> えー、うんあの僕は外部からのねあの侵入者ということですから。 あの家族は羨ましいなぁとずっと撮影中思ってました、うん、この次は多分入れてね <laughs> お仲間にお願いします <laughs> ありがとうございますうちの食卓にどうぞおいしいですからご飯食べましょう天ぷらですけどねいつも天ぷらなんです 大事なお客様をお迎えするときはいつも天ぷらなんですよねありがとうございますぜひその絵もね見てみたいですありがとうございますさあ、そして、えー、映画はですね青春時代の夢がポイントとなっておりました大切な約束というのもポイントとなっておりました、えー、今回ですね皆様には実はパネルをご用意いただきましたのでぜ,ぜひ皆様にご覧いただきたいと思います、えー、こちらのパネル皆様の 私の青春時代、こんなにも輝いていました。というお話をお伺いしたいと思います。さあ、皆様どんなお写真をご用意いただいたのか、えー、皆様にご披露していただきたいと思いますが、それではまずは。高畑さんから参りましょう。ではお願いいたします。すすはい、<laughs> どん見えます。<あ>見えますか？おお<ー>、もうしろっ,、ね、って言われたのに。もう忘れて。<laughs> はいこのお写真はいつ頃のお写真ですかこれね高校生ですあの生徒手帳の写真です生徒手帳はい、はあ、あのー、パーマかけちゃいけないのに私は天然ですって言って毎日 <laughs> <laughs> あの夜お母ちゃんのカーラー借りて、はい、くるくるして学校行ってましたスイエブだったんで泳いだら直毛になるんですけど <laughs> そういうねフラチな でも当時からおしゃれだったんですねおしゃれっていうかそうですね、うん、なんか大人になりたいっていうか混ぜてましたね、うん、ただ今みたいに喋れなかったんです<あ>好きな人がいたんですけど陸上部の長野くんっていたんですけどね長野くくんんの前行くと貝みたいになっちゃうんです <laughs> <ら>だからなんかあんたな私らと喋るより長野くんの前で喋ったら好きになってもらえると思うでーって友達に言われて長野くんの前でも喋れるような開放系の人間になりたいなと思って演劇の世界に飛び込んだんですほんならこんなになってしまったんですね <laughs> その後長野くんにお会いしましたか会いました <laughs> いかがです今それも話すとも三時間ぐらいかかってしまいますので <laughs> 割愛しますがまた次に <laughs> そうですかいやでも本当にとってもなんかこうお勉強できるすごく賢い美人さんという感じがするんです整った顔してますよね <laughs> これがこうなるんですからね人生というのはなんと無合いものかというねと <laughs> んでもない素晴らしいお写真素敵なお写真ありがとうございますさあそして続いて剛力さん お願いいたします。はい、じゃん,ん。あら、これはいおいくつぐらいの時ですかね？ね多分小学校低学年7歳とか8歳とかそれぐらいだと思うんですけど、はい、これ初めて子供用の浴衣を着た時だったんですよね。この時代までやっぱ子供用ってものがあんまりなくて、初めて旅館に行って。 子供サイズありますって言って着させてもらってもすっごい気に入っちゃってここから私浴衣好きというかもともと洋服は好きだったんですけど私、浴衣着たいって言ってまあなんかさらにおしゃれに目覚めたというかう浴衣好きそういうときめきをしてた瞬間だなっていうので今回これを持ってきてみました。んとときめいいいてててる素敵な笑顔ですすねあありりがううございままささそしし続いては水野参ょ ここんな感じでですすちらはサッカーですね僕はあの5歳から18歳までサッカーやってまして母親があの歌って踊るあの履歴書を送るあるじゃないですか、はい、<laughs> あれに送るかサッカーかどっちがいいって言われて5歳の時僕はサッカーを選んでそこからもうあの毎日365日ずっとサッカーをやり続けて、まあ、中学校ぐらいまでは一生懸命やったんですけど高校がちょっとあのルーキーズみたいな学校に行きまして。 顧問、あのー、がユニフォームを忘れて危険とかですねファ,あのファールで乱闘で中止とかそういう、あのー、サッカー部に入っちゃったんで、あのー、最後の方がですね結構、あのー、ちょっと、あのー、大好きだったサッカーを怠けた時期があってそこで僕、めめちゃめちゃゃ後悔したんですよだから、あのー、今このお仕事をさせていただいているんですけどやっぱ13年長く続けたものの最後が非常に後味が悪いものだったんで。 今のお仕事は絶対そういうふうに怠けないようにしようということで、あの真面目になりました。はい、サッカーが生きてますね。そうですね。<laughs> もういろいろ尖ってましたね。学生時代は、はい、この頃はまだ可愛くサッカーやってた頃なんですけど。はい、そうですね。貴重な写真ありがとうございます。さあ、そして、続いて、大木さん、参りましょうか。はい、どんなお写真でしょうか。私はですね、あの、これは、えっ、ー、と、二千十五年ですね。<い>あの、宝塚を卒業した<い>。 宝塚大劇場を卒業した日のセレモニーですねやめて、えー、と対談紋付き袴っていうのがあるんですけどそれを着てあの外に出てファンの皆様のところみんな練り歩いてありがとうございましたってお辞儀するね私はもう中学生からもあの宝塚に青春を捧げましたのではうん十年はい。うん もうかっこよくてもうっとりしちゃいますね懐かしいですこれはもうこれは本当に貴重なお写真ですどうもありがとうございますありがとうございますさあそして藤原さん参りましょうか私も私は30数年前になりますけれどもこれまだ92年で学生の時でした20歳ですね20歳の時でそして <laughs> あのいやいやいや大学に行きながら親にこの世界に入ること私は夢を持っていたんですけど反対されていたので、えー、とにかくこの西宮兵庫県と東京をこの時にデビューしたので通いながら大学のーエベブ学科だったんですけどその一旦落としたら芸能界入りは許さないと両親に言われていたので。 もう必死で通いながらもう円形ハゲに作りながらやりましたねだからこう、この時代の写真を見るとなんかあ頑張ったなと今もっと頑張らなきゃなってこう思い知らされるそういった写真ですね、はい、貴重ですね、しかもあの <laughs> ミス日本グランプリの写真でよくあの拝見したのは、はい、お着物のお写真が結構多いと思うんですけれど。 初出し。今日が初出しです持ってきました。はい、ありがとうございます。は、もうじゃ、だね、ほとんども家族以外見たことないような。そうですね。初めてのものをちょっと探してこようかなと思って。わあ、ありがとうございます。ご主人の愛之助さんもご覧になった。あ、見てないと思いますね。これ。はい。それよりも先によろしいんです。かもちろんです。そんな、そんな、はい。 どうもありがとうございます。はい、貴重な写真でございました。<laughs> ありがとうございます。さあ、続いて長塚さんをぜひご覧 <laughs> みたいです。お、はい、うわー、おしゃれかっこいい。これはどのようなお写真でしょうか？はい、去年というのは嘘で50年ほど前の50年ほど前<私>もしかしてこちら、ね、場所は日本ではないですね。日本ではないですね。はい。 パリですね。パリですかまだ俳優になったかならないかぐらいな頃です。50年前ですから。うわ貴重なお写真しかも綺麗な状態で残ってますね。ありがとうございます。うわもうかっこいいもうモデルみたいです。この写真あの見たことありますよね皆さんね。今日映画で。 この写真を合成をさせていただいて、私 <laughs> ととあのあ赤ちゃん赤ちゃんというかあのね子供の頃のあのすみません全然関係ないんですがあれ僕の孫です長塚さん気づきました孫 <laughs> そ,それを使わせていただいてうわそうなんですかそれは素敵な仕掛けですね重要な写真ですからねねわしかも。 半分リアルですからねありがとうございますさあそして香月監督お願いしますうわ。これは、はい、かっこいいめっちゃかっこいい <laughs> これおひげを蓄えてます、ね、ひげがはいこれはあのー、東映の京都撮影所で私女監督をやってましてその時の、えー、カチンコを叩いてる時の写真です<ー>あの頭リーゼントでひげを生やしてました <laughs> 当時は撮影所はなめられたら終わりとだから京都の撮影所なんか喧嘩の強いやつが一番偉い <laughs> そういうふうに教えられてちょっっっっと突っ張てってやってま本当にいかにも強そうな感じは漂っております貴重なお写真ありがとうございますさあ皆様に思い出の写真そして一番青春輝いていたお写真をご披露していただきましたどうもありがとうございます <laughs> さあそれでは えー、パネルの方を回収させていただく間にやはりこの「最終人生ラプソディー」お就活ですね勝木監督の愛もたくさん込められていると思いますけれども、えー、どのような思いが込められてこの映画を作られましたか簡単にお願いします、はいあのー、僕の考えている、ね、就活っていうのはですね、あのー、終わるための活動ではなくて終わるまで皆さんどういうふうに楽しくいきますかっていう方を考えて。 どうせいつかは終わるわけですからであればあのもう年だからもう俺何もしたくないとか私もうめんくさいとかじゃなくて終わるまでやっぱり楽しんで人生を生きてくださいというのがテーマになってます、うん、ありがとうございますさあそして最後に高畑さん皆様へのご挨拶をお願いいたします、えー、本日は本当にありがとうございます今日こうして皆様とお会いできお就活今日から船出です え世の中いろんなことありますけれども映画を見て連れ立って見て見終わった後ああでもないこうでもないあの人好きだったあの人は嫌いだったとかそれは罪ないことですから大いにそれも楽しんでそれも含めて楽しんでいただきたいと思います。おしゃべりはとててもも大事でですあの閉じこもらなないいい出かけていない人を もし思い出したらその方をぜひお誘いくださって、この映画がどん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 皆様の目に触れますことをあの切に願っております。どうぞお力お貸しください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます、えー。それでは、ありがとうございます。それではこれをもちまして舞台挨拶は以上となります。えー、どうぞ皆様、キャストの皆様と監督に今一度大きな拍手でお送りくださいませ。ありがとうございました。 皆様本日は雨の中お越しいただきありがとうございます。